しいね。カブトクワガタ、どこが変わったか探してね。カブトクワガタ、スタートするにはどれかボタンを押してください。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。カブトクワガタやっていきたいんですけど、機能が増えたらしい。どこが変わったか探してね。あれ、背景のクワガタもカブトも変わったかな。アップデートされたっていうこと？秘境の谷。いきなり？マジで？谷のよろずや、谷のよろずやの離れ。ふう。この谷にいる赤い目の虫は話す。ね、かみ、ね、話す。何が？設定かな。みん、遊びやすい方を選んでください。これで、設定、かみ、寝る、話す。ここでは、自分、話す。特に変わった、今変わったところはないな。クリア後かな。強い虫と戦うには、体格の良い、話す。か、うちか。どの虫、モーレンカンプ、サタンオオカブ、ミヤマクワガタ。特に特に今、変化が見られるようなものがないですね。虫図鑑 S ヒント、バトルで勝つ方ヒント、図鑑アプリを終了します。あ、地下じゃない、地下じゃない、違う。カニのよろせやでは普通よりも、分かった、違う。サタンオオカブト地下、ブルカウブルチネル、秘境の図鑑、どの虫、サタンオオカブト、エレファカブトムシ、エレファ、ちょっと見てみましょうか。どのカブトオス4号、育成、改革、特別、お気に入り、名前付け、図鑑ネオ。お気に入りかな、お気に入りってあったっけ。名前、いや、わかんないな。あった、前からあったような気がする。ズーム、LR のズームあるぞ。これは変わってないでしょ。カメラの回転も変わってないでしょね。何が？カブトムシ。何が追加されたんだこれ。餌図鑑ヒント、ダウンロードコンテンツは買ってないし。秘境の谷。やっぱクリア後かな。とりあえず進めていきましょう。黒いおじさん。やったよ。赤い目の虫を捕まえたよ。真夜中にこの人の家に突撃する主人公。だから黒い服のおじさんとか、ましてや黒いおじさんとか呼ぶのはやめろ。嫌がられてるね。しかし、あの凶暴な赤い目の虫たちを捕まえることができるとは、こんな虫使いは見たことがない。ああ、そうっすか。R 君、君は何か特別な力を持っているみたいだね。相変わらず怪しい顔はしてるんだよな。あ、やっと出てきてくれたよ。 R 君、一緒にいる君も中に入りたまえ。ここは私の研究所なんだ。いやいや、その前にさ、あなた、会わなきゃいけない人いるでしょ。赤い目の虫に襲われないように、一切の光や匂いが外に漏れないようにしてある。え、ちょっと待って。一切の光や匂いが外に漏れないようにしてあるって、バリバリ煙突から煙で出てるんやけど。バリバリ煙突から煙で出てるんやけど、それ、大丈夫なん？それで大丈夫って言えるの？へえ。中はこうなっているのか。いや、あの煙突なんやねん。何を研究しているの？というより、赤い目はおじさんの仕業じゃないの？村長さんや村の人たちは疑っていたよ。おじさん、だんだん短くなるな。赤い目、私の仕業ではないよ。そんなことができるくらいなら、こんな奥地に隠れたりしていない。もうなんか呼び方にめちゃめちゃ気にしてる感じが、もうなんか諦めてる感じがするな。いや、普通におじさん、おじさんでええやんけ。おじさんは別に悪くないやろ。R 君、近くで君を見て確信した。君は地球人だね。え？ってことは、おじさんも地球からワープでぶっ飛ばされてきたの？地球からワープでぶっ飛ばされてきたのって。じゃあ、やっぱり真夏の。さっきスマホで連絡したから、そろそろ来る頃だ。あ、着いたみたいだよ。真夏さん。さなぎさん、こっちだよ、家の中。さあ、これで再会してどうなんでしょうね、かね。本当にその真夏さんのお父さんなのかね。その結果は、お父さん、やっぱりお父さんだ。僕、
すごく探したんだよ。お父さんが公園でいなくなってから。お父さん確定なんや。真夏、なぜここに？そうか、お父さんを探しているうちに同じワープゾーンに手を入れてしまったのか。っていうかさ、もう橋の時点でさ、気づけよっていう話やねんけど。お父さんが悪い人じゃないかってみんなに疑われて、僕とっても不安だったんだ。真夏はサンなの、クンなの、どっちなの？すまなかった。心配かけたな。でももう大丈夫だ。父さんと一緒に地球に戻ろう。え、地球に戻る方法があるの？それじゃ、真夏のお父さんはここで。そう、私はこの数ヶ月必死で地球に戻る方法を探していたんだ。あー、そうなんだ。じゃあ赤い目とは全く関係ないんだね。赤い目とは全く関係なくて、地球に戻る方法を探してたら疑われてたっていうことなのか。今回の異世界ワープにはやはり赤い目の虫が関係しているところまでは突き止めた。あー、なるほど。あ、そこで赤い目の虫と合流したわけなんだね。しかし、その研究に没頭しているうちに、いつの間にか私が赤い目の虫を生み出して人々を襲わせていると誤解されてしまったんだ。こっちの世界の人に異世界ワープのことを説明しても理解されるわけもない。仕方がなく私はこの秘境の地に逃げ込んでこの研究所を作った。そしていつの間にか研究の邪魔をしようとする人たちを赤い目の虫を使って追い払っていたんだ。ああ、私はなんてことをしていたんだ。おいおいおい、それはやっちゃいかんだろう。まあ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 、誤解を受けてしまったのは仕方ないよ。仕方ないけども、だからといって赤い目の虫を使って追い払うっていうのはもう全くの逆効果だよね。あの、真夏のお父さん？なんだい、お嬢さん。おや、君も地球人かい？そう、さなぎって言います。ここまでの事情は分かったわ。その上で質問があります。分かった、さなぎさん、何でも聞いてくれ。どうやったら私たち地球に戻れるの？っていうか、地球に戻れる保証もなくワープしてきたのかこいつら。あれでも最初、いやないか。最初なんかよそから来ましたっつって、異世界から来ましたとか、そんなお話はしてなかったか。わからん。え？さっきおじさん、いやお父さんはもう大丈夫だって、地球に戻ろうって。 おじさんからお父さんになっちゃった。うむ、いいところまで行ったんだが、まだ全部は分かっていないんだ。まあ待て、焦らず怒らず聞いてくれ。今回の異世界ワープと赤い目の虫の発生には深い関係があることは確かだ。まあいいことを教えてくれるのは確かなんだけど、その顔やめろや。悪人面はもういいよ。そしてこの秘境の谷には巨大な洞窟があって、赤い目の虫たちはそこから生まれてくると分かったのだ。まあそこが巣になってるっていうことか。巣になっているのか、そこで、その赤い目の虫たちを生み出している何かがいるのか。そこまでは分かったのだが、その洞窟には見たこともないような凶暴な奴らがうじゃうじゃいる。だからとても近づけなかった。でも R 君、君なら突破できるかもしれない。え、マジっすか。分かった、任せて。みんなでその洞窟に行ってみよう。真夏のお父さん、洞窟の場所を教えて。秘境の谷。出ましたね、巨大な洞窟。どうしよっか、夜のまま行ってみようか。よろずやの離れ、谷の怪しい。夜になったら巨大な洞窟に行こう。私が案内する。あ、夜でないといけないんだ。秘境の谷、よろず、谷のよろ、谷のごし、巨大、谷、よろず。じゃあちょっとここで一旦セーブをして、寝る、ここも保存する。ここまでのセーブをして挑んでみましょうか。このま続ける、寝る。どの、違う。寝る、話す、寝る、秘境の谷。めっちゃ久しぶりにやってるからさ、ちょっとボタンの配置が
あやふややった。巨大な谷の巨大な洞窟。ここだね。巨大な洞窟。昼間に近くを通ったけど全くわからなかった。木なんか大木のど真ん中に穴が開いている感じか。この洞窟は夜だけ姿を現すんだ。科学では説明できない何か不思議な力が働いている。まあもうその夜だけにしか現れないっていう時点でそうだよね。この世界に現れた赤い目の虫は全てこの洞窟から生まれているんだ。わあ、もうなんかラストバトルがラストダンジョンみたいなところになってるな。そして洞窟の中にはその中でも最も強い虫がいて、まるで洞窟を守っているみたいだ。これもしかして連戦になるの？R 頑張って、応援してる。私にできることなら何でも言って。手伝ってマジで。R さんなら勝てると思う。だって今までも強い虫を捕まえてきたし。いや、一人で任せないで。R くん、バトルの前には虫の元気に気をつけてね。もう十分わかっていると思うけど。うん、わかってるけど力を貸してくれ。みんな、ありがとう。必ず勝つよ。そして地球に帰ろう。あー、ラストバトルか。中は危ないからみんなはここで待ってて。ここからは俺と真夏のお父さんと二人で行くよ。みんなついてこないんだ。さあ入りましたね。うわっ、ちょっと怖かった。来たぞ。こいつはヘルクレスオオカブト、調和で元気の技を使ってくるぞ。ほう、ヘルクレス来ましたね。相手はヘルクレスオオカブト。オス、体格、伝説、強さ500。うわー、強さ500か。あ、もう強制バトルだ。戦う虫を。あー、曲が違う。カブトムシ、エレファシカブトムシ。じゃ回復とか準備はさせてくれないんだ。あれなんだっけ、緑だったな。カブトムシ、緑でよかったっけ。どののオス。あー、やべえ、ちょっと待って。オス4号、育成、体格、特別、ツイカブトムシ。エレファスゾ、ギラファノコギリクワガタ。のちょっと待って、準備が全然できてない。モーレンタンプオーカブ、虹色クワガタ。アトラス、おー、やったで、アトラス。アトラスオス、2号、育成、体格、伝説。君の虫は左側だ。いて、アトラスオーカブト。性格で得意、性格勝ちだ。相手の元気が減った。性格勝ちで君が先行。A か B ボタンを押す。君の攻撃力は99。もう最大級の攻撃でやっていかないと難しいな。これ相手の攻撃力は80。うわー、相手2つもあるのか。怖っ。君の攻撃だ。これはちょっとグリップバトルだ。あっと、攻撃力はやっちまった。相手が攻撃してくるぞ。元気アップ。元気が3増えた。確実に仕留めてきてくる。相手の攻撃力は94。しまった。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押すんだ。うわー、これ元気アップしても無理。元気が3増えた。うわー、うわ、落ちた。あ、負けるとこうなるのか。接戦で負けるとこうなるんだ。R くん。ああ、俺どうしたんだ。確かバトルしていたはずだけど。 R さんはバトルに負けちゃったんです。でも無事で本当に良かった。 R、まだ終わりじゃないよ。諦めなければチャンスはあるわ。話す。あー、負けてしまった。仮眠。で、始まりの街。わ、ここまで戻されんの？謎の街、町の村への到着。
行く。ここ。いやー厳しい。虫相撲谷への吊り橋。ここは秘境の谷。怪しい。あ、真夏のお父さん。洞窟の赤い目の虫たちはものすごく強そうです。やはりそうか。方法は一つ、産卵育成を成功させて体格の良い虫を育てるしかない。 R 君頑張ってほしい。君に幼虫の餌を託すよ。谷のよろずやならば大きい虫が生まれるはずだ。やったぜ。ありがとう。秘境の谷。秘境の R さん、ありがとう。 R さんのおかげでお父さんと会うことができた。赤い目の謎を解いてみんなで地球に帰れるって信じてる。僕の持っている幼虫の餌をあげるよ。ありがとう。卑怯だ。久しぶり。覚えているかい？虫使いのタケルだよ。博士の研究の手伝いに来ているんだ。急すぎてびっくりするわ。いきなり何の脈絡もなく出てきてびっくりするわ。ギラファノコギリクワガタを捕まえたなんて、君本当にすごいやつだよ。俺の持っている幼虫の餌をあげるよ。ていうかさ、君助手をやってるんやったら早めに出てきてくれへんかな。早めに出てきてその誤解を解いてあげてくれないかな。ね、君なんで後からのこのこやってきて、あの幼虫の餌渡してくんの？おかしいやろ。ありがとう。秘境の谷。順番おかしいやろ。私はリサ。虫相撲大会以来ね。私も博士の研究を手伝うの。あ、博士って真夏のお父さんのことよ。あ、もしかして誤解が解けたからこうやってみんな手伝ってきてくれてるわけなの？サタンオオカブトを捕まえたって本当ですか？めったに見ることのできないカブトムシですよ。とにかく幼虫の餌をあげます。とにかく。ちょっと興奮してるね。ありがとう。卑怯な。僕は光。僕も虫使いとして博士の研究の助手をしているんだ。早く謎が解けて平和になるといいんだけど。幼虫の餌をあげるよ。そういえばギラファノコギリクワガタにも幻の色違いがいるって聞いたんだ。本当かな。へえ、色違いいるんだ。ありがとう。秘境の谷。私の研究では谷のよろずやが。秘境の谷。私よろずやの離れじゃなくてここに泊めてもらってるの。真夏も一緒。散らかっているけどこっちの方が快適なの。まあ真夏のお父さんがいるからね。こっちの方が安全かもしれないけどね。強い敵と戦うとき正確で勝つのは当然だけど、 B ボタンの特殊技もなるべく温存することね。私の持っている一番いい幼虫の餌をあげるわ。あ、卑怯。 R さん、卑怯。久しぶり。手伝いに来てるんだっていうから、やっぱり誤解が解けて後の3人は誤解が解けたから手伝いに来てるっていうことでいいと思うんだよね。よろずやの話。ふう。もしさ、あの誤解が解けてない状態でさ、手伝いに来てるんだったらさ、お前らなんで今更来てんねんいう話だけど。図鑑のアトラスオオカブト、黄金アトラス、黄金オニク、黄金オニク、アトラス、黄金オニク、ギラファノコ、エレファスゾウ、カブトムシ、ヒラタク、カブトムシ、エレファスゾウ、カブ、ギラファノコギリクワガタ、パラワンオオヒラタク、グランディス、サタンオオカブト、モーレ、ギラ、パラワンオオヒラタクワガタ、ギラフ、ロッ、オス、イチゴ、ツヤ、ヤスエ、ギラファ、ここはさすがに、オス、イチゴ、ツヤ、アールスティック、パラワンオス、万能、モシ、万能、伝説の餌、栄養300、そんな声ない。元気10です。やったぞ。メス。万能。元気8。もうほぼゾウなんだけど。どのエス？万能。もクワガタムシ。ゾウの鳴き声なんだ。クワガタムシのとても万能。いやー。いやー、あれきついな。
最大級を一発でも外すことができないっていうのがきついんや。でしかもやっぱり体格やっぱり強いやつになっていくとルーレットも速くなっていくから結構厳しいなこれな。猛連貫通。オス2号、オス1号、ツヤ、野生、体格、メス1号、野生、体、オス、メス、オス2号、ツヤ、オス1号、ツヤ、オス2号、ツヤ、育成、体格、伝説、強さ490。これ、俺一回育成したのか。猛連オス2号、ツヤ、育成、体格、伝説、元気9、強さ400、元気10まで、栄養、どの餌、バン。元気10500パワー500がマックスなんだね。あれ前そんなこと言ったっけ。で赤緑どうかな。ここら辺もう全部作っとこうかな。虫図鑑終わる。話す寝る話寝る卑怯の種。とりあえず戦力を整えましょうか。ハブチカ。押す押す一。押す続ける。押す。で、ふわ。万能万能伝説。確かこれを3回上げるんだっけ。990が限界だったっけ。1000にはできないんだ。600。万能伝説の幼虫の餌栄養300。ダピッどの餌にで万能クワガタ幼虫のとても良い餌栄養90。そう1000超えると1000超えると栄養を上げすぎですって上げすぎで1個下がるんだよ。メスになっちゃった。今メスいらないんだよな。孵化しました。メス2号。最強のメスが生まれたけどちょっと違うんだよな。オス1号ツヤ。あ、でもいいんだ。続ける。どの。やばいな。今回準備会になっちゃった。でもあの王道あの洞窟が多分最後だと思うんですよ。で、なんかアップデートがされたみたいなんで。クリア後の話になるのかな。クリア後になんか追加されてるとは思うんですよね。さすがにストーリーが短いのでゲームとしてはそれだけで終わるはずはないとは思うんですよね。まああとあるとしたらネット対戦かな。お、やったぜ。立派な角の赤ちゃんですよ。孵化しました。オス2号ツヤ育成体格で、よし。で、アカシュはこれでいいとして、猛連貫通オオカブト。
モーレンガンも、いや、モーレンガンもあるから、サタンオオカブト、ブランディスオオ、オスとメスを、オス1号、いや、ブランディスオオクワガタ、サタンオオ、オスとメス、オス1号、野生、サタンオオカブト、モーレンガン、あ、でも5本ずの、オスと、オス2号、育成、体格、伝説、強さ、500、オス2号、育成、体格、伝説、5本ずのカブト、パラワンオオヒラタクワガタ、モーレンカンプオーカサタンオーカブト、なんだろうな、ルーレットのルーレットに違いはないよね、違いはないと思うんだ。地下ずどの虫にしますか、サタン虫図鑑、図鑑アプリを収集、違う、何がやりたい、谷のよろせやでは、その分普通のいどの虫に、サタンオオカブト、地下、売る、買う、売る、地下、出る、卑怯の、よろ、いいや、もうとりあえずこれでいこう、はじめ、髪、か、寝る、保存する、このままゲームを続ける、寝る、あとちょっとどのサタン、オス、1号、野生、メス、ミヤマ、サタンオオカブト、サタン、グランディス、オス、パラワンオス、2号、あれだよね、ルーレットのあれ見えな、見れないもんね、戦わないと見れないもんね。お、虫図鑑、終わる、寝る、はい、とりあえず洞窟のバトルに関しては次回、やっていきたいと思います。というのもあれが最後のダンジョンだとすると、今ここでやってしまうのはちょっとキリが悪いかなっていう感じなんですよね。まあ、あの、まあ、まあ、どんな、どこまでの長さかはわかんないですし、まあ、負ける可能性もあるので。というわけで、次回、洞窟にチャレンジしていきたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。